は残れ。この山脈が我が帝国の背骨とも言われるゾズマ山脈です。この山脈の山裾を東に進み、峠を越えるとテート・レグルスへと至ります。テート・レグルスか、初めて行くので楽しみですね。ローがカオスの俺たちから税を絞り取って気づいた、さぞや立派な都だろうよ。貴様、我が帝都を侮辱する気か。めっそうもない、俺もレグルスに行くのは初めてだ。楽しみにしてるぜ。ところでジャスパーとそのお仲間が加わったので遊撃隊を再編成します。隊長はこれまで通りユリー君、その下に新たにローハンとカオス班を設けます。ローハンの班長はローザリンで、ローの隊員たちを統括してもらうわ。帝国の王女たる殿下が班長とは、とほほ、陛下に合わせる顔がないわい。そしてカオス班の班長はジャスパーにやってもらいます。え、俺？なんですと、この野党上がりの男が班長ですと。アンナマリー殿、ローハンの班長の役目は慎んでお受けしますが、このようないい加減で無責任そうな男を起用して騎士団の名に傷がつきませぬか。てめえ、知りもしないでよくそこまで言えるな。まあかなり正確に言い当ててるっすけどね。うるせえ、余計なこと言うな。お前はどっちの味方だよ。よし、やってやろうじゃねえか、カオス班の班長とやらをよ。そんなわけでユリー隊長、よろしく頼むぜ。はい、よろしくお願いします。お願いしますかい。お前は隊長だろ、礼儀正しすぎるぜ。バンバン遠慮なく命令口調で言ってくれよ。かしこまったのは俺嫌いなんだ。そうか、わかったよ。じゃあ遠慮なくよろしく、ジャスパー。おう、こちらこそよろしくな。それとローハンの班長のローザさんもよろしく頼むぜ。ローザ、貴様、気安くその名で呼ぶな。我が長兄にしかその呼び方は許しておらぬ。だってよ、ローザリンだって長くて言いづらいじゃねえか。ならば私もお前をパーと呼ぶぞ。それでもいいのか。ちょっと待て、その呼び方は悪意あるだろう。俺は普通にニックネームとしてだな。はいはい、お互いの挨拶はその辺でよろしいかしら。それじゃテート・レグルスへ向けて出発。
きます。はっ、これでどうです。いきます。はっ、これでどうです。機能解放。軌道計算を開始します。うるわ、吹っ飛べ。こういうのはどうだ。私は私の力を証明し続けるだけだ。うわあ、山が綺麗だね。ほら見てよ、ステラ。ええ。あれ、仮面はどうしたの？その予備の仮面を作るために工房に持って行かれてしまって。申し訳ありません、ステラ様。しかし予備の仮面を作っておきませぬと、今度紛失したり破損してしまった時に二度と復元ができなくなります。しばらくはご辛抱くださいませ。ええ、分かってはいるけど、やっぱり不安で。ああ、仮面がない方がいいよ、ステラ。せっかく綺麗な顔しているのに。何を言ってるの？あなたなんか知らない。あ、ステラ、ちょっと待ってよ。いや、いいね、ワコードたちの口喧嘩。初々しくて心が洗われるようだよ。俺にもあんな時代があったよな。懐かしい気持ちにさせてくれるぜ。お頭にあんな時代が本当にあったかどうか怪しいもんだけど、確かに初々しいね。あー、でもステラを怒らせちゃったよ。いいんだよ、多少怒らせたって本音で話すことの方が大事さ。でもそれで相手が怒りっぱなしだったらどうするんですか？
そこはお前根比べよ。簡単に折れちゃいけねえ。でいざとなったら全力で謝り倒す。それで大体解決さ。へえ、参考になるっす。あんまり参考にしない方がいいよ。あんたにそんな器用な真似は無理だからさ。それはともかくユリ、この先に進むとライカンの村がある。ライカン？ああ、いわゆる獣人ってやつらだ。そこに住んでるのは狼のライカンさ。そこの村長とは昔の顔なじみでな。ちょっと寄って山の道案内を頼もうぜ。見切れるか？僕たちの勝利だ。着いたぜ。ここが狼のライカンたちの村だ。なんだか村の中が騒々しいよ。何かあったのかな。よう、カリン、一体この騒ぎは何事だよ。ジャスパーさん。ユリ、この子は村の王者リュカオンの娘カリンだ。カリン、なんだか村の中が騒がしいが、どうしたんだ。ええ、それが…なんだって、帝国軍が村を襲ってきた。はい、帝国の税金の取り立てが厳しく、払えない村人が何人かいるのですが、税金の代わりに子供たちを帝国に連れて行くと通告が来たのです。それで父は子供たちを連れて山の上に逃げて立てこもっているんです。じゃあリュカオンのおやっさんは山の上か。で帝国軍どもは。実は先ほど漁師様がこの村に立ち寄って一悶着あったんです。なるほど、それで村の中が物々しい雰囲気だったんですね。漁師様は父たちを追って山へと向かいました。兵もたくさん連れていて、私心配で心配で。殿下、この地を統治しているのは確か。ああ、分かっている。カリン、安心しな。今から俺らがおやっさんに会いに行ってくるよ。とにかく一度話を聞いてみねえとな。いいだろユリ。うん、
ジャスパーの知り合いなんだし、放っておくわけにもいかないよね。さすが隊長、話がわかるな。よし、早速山に向かおうぜ。金の代わりに子供を連れて行くなんて、帝国の奴ら血も涙もないっすね。税をきちんと納めぬのが悪いのだ。問題をすり替えるな。国の治安を守るには金と兵が必要だ。領民にはどちらかを提供する義務がある。きっ、俺たちカオスのことなんかちっとも守ろうとしないくせによ。帝国に連れて行かれた子供たちはどうなるのですか？帝国の兵士にされるのさ。帝国への忠誠を叩き込まれてな。特にライカンは屈強な兵士になるから、よく帝国に連れて行かれるってわけ。確かに、税の代わりに子供を連行することは私も心苦しく思う。だが秩序を保つためにも税は必要なのだ。理解。ローはいつも言うよな、秩序が正義だってな。だがそれはてめえらローと帝国にとっての秩序と正義だろ。俺たちに押し付けるなよ。貴様らカオスが口にする自由とで、無責任で自分勝手なだけではないのか？はいはい、そこまで。どうやら魔物が出現したみたいよ。みんな戦いの準備を。舞い上がれ。俺を見切れるか？ゼロ！舞い上がれ！我が槍よ、自在に舞え！ワイヤードメドレー！それ！舞い上がれ！見逃さないでね。アイドルのきらめき。また一歩あの方の理想に近づいた。日々の積み重ねが信頼となり、絆となるのよ。
こですな。目標を確認。捕捉。これで終わりです。盛り上がっていこう。やった、勝ちました。ジャスパー、知り合いのライカンの村長ってどんな方なの？おう、リュカオンのおやつさんか。見た目はちょっとおっかねえが、義理人情に熱い頼もしいライカンの戦士さ。そうなんだ、会うのが楽しみだね。それとリュカオンのおやつさんはイドラに変身する能力を持っている。狼座のイドラ、ルプス、侮れない強さを持ってるぜ。イドラ化の能力、ステラやジャスパーたちと同じだね。ああ、だが自慢じゃねえが、俺とおやすさんのイドラじゃ格が違う。俺やステラ、ローザはゾディアートだからな。ゾディアート？前方に魔物死人、こちらに向かってきます。話の続きは戦闘の後だ。行くぜユリ。はぁ、はっ、ズオー、ソーレッツ。見せてやろう。はあ？ゼロワ！それ！さあ、俺を見切れるか？ゼロワ！身も心も震えなさいな。それ、まだまだ。はあ、つけ込ませてもらうからね。我が槍よ、自在に舞え、ワイヤードメドレー。ズワッ、そら、くらいだ。それ、まだまだ。はあ、そろそろ行きたそうね。天国を見せてあげるわ。それはそれは無残なほど華麗な幻をね。作戦通りね。
なんとか片付いたか。ジャスパー、さっきの話の続きだけど、ゾディアートって何？そうそう、話の途中だったな。それでは教えてやろう。そもそもイドラとは、ダークファルス、イニシエの祭神の眷属にあたる怪物だと言われてる。イドラはこのバンドールの大地を徘徊し、災いをなす存在だが、稀にそのイドラに変身する能力を持つ人間がいるんだ。リュカオンのおやっさんは狼座のルプスに変身できるってわけさ。なるほど。その中でも特に強力な力を持つ12のイドラがバンドールには存在する。俺のイドラもその一つ。双子座のイドラ、ジェミニだ。ローザのイドラ、レオ。そしてステラのイドラ、アリエス。いずれもその12のイドラの一つさ。お前も目にしただろう。その12の星座に変身できる人間が、ゾディアートと呼ばれているのさ。そして、このゾディアートの能力は、親から子へと受け継がれる。あ、ということは。そう、実はこの私もゾディアートなの。ステラと同じアリエスのね。イドラになるのしんどいから、最近はもっぱらステラに頑張ってもらってるけどね。たまにはお母さんにもイドラになってほしいんだけど。我が父である皇帝ジークムンドも私と同じレオの血統をお持ちだ。はあ、そうなんですね。みんなすごいな。なら、ジャスパーもお父さんかお母さんからゾディアートの血を受け継いだんだね。ああ、俺の場合は親父からな。だが、俺は親父とは違う。親父のようなゾディアートにはならねえ。ジャスパー？いや、悪い、なんでもねえんだ。よし、行こうぜ。山登り、山登り。邪魔するんなら容赦はしない。これで終わりだ。邪魔するんなら容赦はしない。これで終わりだ。案外大したことなかったな。なんだか人だかりが見えるな。掲げられているあの旗、帝国軍のようだね。おい、なんだ貴様らは。ただの暇人ですよ。ちょいと山登りに来ましてね。山登りだと？貴様、我ら帝国軍を愚弄する気か。そのフェスト、そうか、カオスか。おっしゃる通り、れっきとしたカオスですよ。
それが何か？今我らはカオスの雷冠どもを捕獲すべく山へと向かっているのだが、貴様らもその雷冠どもの一味という可能性もある。何しろカオスだからな。ほら見ろユリ、これだ。カオスと見るとすぐに疑ってかかりやがる。おい帝国軍ども、俺らは山に登るだけだ。道を開けてもらうぜ。貴様ブレーナ、おいこいつらの身柄を拘束しろ。おうおう面白い、相手してやるよ。かかってきやがれ。徐々に追い詰めるよ。生じてなる水、根の色は心の上に刃が満ちる。自在に舞え、ワイヤードメドレー。生き残ればいいんですよ。千里の道も一歩からですな。運命の時が近づいているのを感じますな。仲間と素晴らしいもの。手強いな。至急第2隊を呼べ。待て、早まるな。我らも同じ帝国の者ぞ。止めるなよローザ、どうせここを突破しねえと先には進めねえぞ。その名で呼ぶな。ともかく我が帝国の者と争う具は。ほう、ローザリンデではないか。正統レオリア帝国の王女ともあろう者がなぜカオスの者どもと一緒におる。グスタフ兄上、お久しぶりでございます。貴様は確か白妖騎士団への帯同と監視を命じられておったな。そうか、こやつらが白妖騎士団か。ローもカオスも混成の無造無造の集団だな。とはいえ挨拶はさせていただこう。ご当主はどちらかな。はい、私が当主のステラ・マリーです。ほう、このようなお若い娘子がご当主か。正統レオリア帝国のグスタフと申す。この辺り一帯は我が領地でしてな。今日は納税を拒む領民を懲罰に参りました。懲罰？秩序を乱す不貞の輩でしてな。ところでこの騎士団の部隊の指揮官は？僕です、遊撃隊隊長のユリシスです。これまた若い隊長殿だ。白妖騎士団は人材難のようですな。ユリシス隊長、我が部隊は山へと向かうが、荷物を運ぶ牧歌が役に立たなくてな。何しろ村で借り出した雷冠のジジイどもだ。何人か騎士団から融通してもらえぬか。あ、高齢な村人は解放してください。それならば考えてもよいです。
それはできぬ相談だな。村人を刺激するのは見せしめの意味もある。我が帝国にこうする者はこうなるとな。グスタフ殿下、先遣隊が戻りました。ライカンの者どもの足跡を発見したようです。よかろう。では追撃を再開しよう。ではステラマリー殿、これで失礼いたします。ローザリンで監視を怠るなよ。けっ、胸クソ悪い野郎だな。ローザ、あれがお前の敬愛する兄貴か？違う、グスタフ兄上は自警だ。私が尊敬申し上げるのは朝廷の皇太子殿下だ。ステラ殿、我が兄が大変失礼なことを申しました。どうかお許しください。 いえ、それよりもライカンの方たちが心配です。だよな、これはなかなか面倒なことになりそうだぜ。それにしてもユリ、帝国の王子相手によく言った。お前なかなかの玉だな。なあセラ、そう思うだろう。騎士団の面目を保った隊長に一言頼むよ。はい。その、ユリ、よく言ってくれました。ありがとう。いや、思ったことを言っただけだから気にしないで。そうそう、思ったことを臆せず言えるのがお前のいいところだ。ステラ、ユリがお前に言った仮面の話もそういうことさ。気にするなよ。はい。これで仲直りだな。よし、先を急ごう。リュカウンのおやすさんたちが心配だ。
ざまずけ。さあダンスの始まりよ。はっ、ゾーラ、ゾーラ食らいな。うわっ、俺を見切れるか。目障りだ。目障りだ。消えてしまえ。騎士団の当主、今ここに。じゃあ、起動計算を開始します。計算完了、発射。白陽の聖なる光よ、横島なる者を退けよ。アリエス・スターライト。ありがたいですな。我々の勝利ですな。山岳地帯ながら魔物も結構出現するな。あのこのペースだとあのグスタフ王子たちに追いつけないのではないでしょうか。確かにそうだな。あの王子たちより先におやっさんのところに着かないと面倒だぞ。
ユリ、どうするよ。斜面を直通しよう。道をショートカットして進むんだ。なんと、この斜面をですか。王子たちはつづら折りの道を進んでいる。斜面を進めば追い越せると思うよ。しんどいことになりそうだが、まあそれしかなさそうだな。それじゃあ斜面を直通しましょう。王子たちを一気に追い越すのよ。我々の勝利ですな。
なんて気押し斜面だよ。どうした？カオスのものは存外、体力がないな。うるさい。前だってぜいぜい言ってるじゃねえか。私はこの重い甲冑を着ているのだ。軽装なお前たちとは違う。だったら脱げばいいだろう。無礼だ。はいはい、そこ喧嘩しない。さあみんな頑張って、もう少しで上の道に抜けられるわよ。力で。我が槍よ、自在に舞え、ワイヤードメドレー。誰でも、もう一人の自分が心の中にいる。ツインブレイド。俺を見切れるか？ズロワッ！それ、まだまだ。行くよ。それ、どうだ？それ、まだまだ。行くよ。それ、どうだ？誰でも、もう一人の自分が心の中にいる。ツインブレイド。遅れずついてこい。突撃。
らの勝利だ。みんなご苦労だった。解放。目標を確認。捕捉。これで終わりです。我々の勝利ですな。ケンペル、いるか？は、ここに。なぜローザリンデたちがここに現れたのか気になってるな。陛下の命により白妖騎士団を監視しつつ帝都へと案内しているのかと。ですが確かにわざわざこの山を登る必要はありませんな。それよ、ローザリンデ殿下も我らと同じロム。さすがにそれはございますまい。それより警戒すべきは白妖騎士団かと。奴らは中立の立場を標榜しておりますゆえ。白妖騎士団、アリエスのゾディアートか。ちっ、厄介な連中だ。わざわざ帝都に招待などせず密かに暴殺してしまえばよいものを。我がレオの一族以外にこの世界にゾディアートは必要ない。ギョウ、何はともあれライカンどもをさっさと鎮圧してしまう必要がある。この際犯行につながる目は根こそぎ積んでしまわねばなるまい。ケンペル、お前は一足先に下山しておけ。俺の意図するところ、わかるな？かしこまりでございます。私に万事お任せを。景色だね。ずっと船の上で暮らしてきたからこんな高いところ初めて来たよ。ユリ、
お前、船乗りのくせに随分余裕だな。ああ、ごめんごめん。みんな、お疲れ様。でもこれできっと王子たちを追い越せたと思うよ。ああ、どうやらそのようだな。よし、リュカオンのおやつさんのところに急ごうぜ。行きます。の祝福を。機能解放。自動計算を開始します。白陽の輝きを今ここに。アリエスサンクチュアリ。軌道計算完了、発射。盛り上がっていこう。ショータイムの始まりです。ゼロー、行くよ。コブのリズム、覚悟なさい。俺たちの勝ちだな。流れるヴァルキュリアの強。機能解放。軌道計算を開始します。突撃。行くよ。
ズムだ。終わりの来ない夜を、さあ踊り明かしましょう。ダメんだよ、僕の力で。見せてやろう。誰でも、もう一人の自分が心の中にいる。ツインブレイド。俺たちの勝ちだな。この年でもまだ強くなれるものね。これは？私たちこそ誰だ。ここから先は我が一族の縄張りだぞ。ウサギの雷冠アルネブ族だ。気をつけろ、弓の腕に長けた連中だ。縄張りを荒らすつもりはありません。僕たちは狼の雷冠のリュカオンさんに会いに来たんです。リュカオン、お前たちリュカオンの仲間か。奴ら退去して山を登ってきたようだが、やはり我が縄張りを荒らす気のようだな。ちょっと待ってください。誤解です。言い訳は無用だ。覚悟しろ。
白陽の聖なる光よ、横島なる者を退けよ、アリエス・スターライト。ありがたいですな。目標を確認。補足。これで終わりです。やった、勝ちました。というわけなんです。分かっていただけましたか？すみません、どうやら私が誤解して早まったようです。私はチロルと言います。アルネブ族の戦士です。ライカンにもウサギやオオカミなどいろいろな種族がいるんですね。ライカンは天界から降りてきた新人様たちが生み出した高貴な種族だと言われています。辺境や南の大陸にはもっとたくさんの種族が住んでいるそうです。なぜ狼のライカンの方たちとは仲が悪いんですか？狩りの獲物をめぐる縄張り争いが昔から絶えないのです。そして我々はルーンを奉じるローですが、彼らはカオス、どうしても相入れません。ところでリュカオンのおやすさんたちはどこに向かったか知ってるかい？ここから西に向かった崖際の洞窟に隠れているようです。ありがとうよ、ウサギのお姉ちゃん。ユリ、先を急ごうぜ。行動開始。はっ、ズワッ、それっ、やっ、ここまでだ。はっ、ダメんだよ。そこですな。目標を確認。補足。これで終わりです。待て、お前たち帝国の者か。お、ようやく追いついたようだな。俺はジャスパーだ。リュカオンのおやっさんはいるかい？おお、ジャスパーか。
久しぶりだな。おやっさ、帝国を相手に相変わらず無茶をやってるじゃねえか。盗賊のお前に無茶と言われるとは思わんかったわい。だが帝国は王子自ら部隊を率いて山を登ってきている。チートやばいぜ。帝国軍がどうした？わしらの大事な子供たちを奴らに渡せるか。奴らの税の取り立てにはもう我慢ならん。徹底的に戦ってやろい。おやっさんらしいな。だがまともにぶつかっては犠牲も大きい。ここはこの白妖騎士団に取りなしてもらったことを大きくしない方がいいと思うんだ。断る。いつまでも言いなりになっていてはわしらは帝国の犬になり下がってしまう。誇り高き雷冠の血にかけて今回は決して奴らに膝を屈さぬぞ。派手に一戦やらかすのもいいだろう。だが子供たちを争いに巻き込むんじゃねえ。黙れジャスター。お前カオスの誇りを忘れたか。帝国にわしらの自由を奪わせん。たとえ我が一族が滅びようとな。リュカオン殿とやら話を聞いてくれ。私からも帝国の者を説得してみよう。なんだお前は。そのいでたち帝国の者か。ジャスパー、さては牢に落ちたか。見損なったぞ。おやっさん誤解だ。話を聞いてくれ。黙れ。カオスのフェストを汚す者め、覚悟しろ。また一歩あの方の理想に近づいた。さすがだな。だがこれで終わりではないぞ。おやっさんやめてくれ。俺たちはあんたらと戦うつもりはない。わしらは自分たちの身は自分で守る。それが自由であることの対価だ。我がイドラ、ルプスの力、思い知るがいい。イドラ化するつもりか。ゾディアートでないとはいえ、イドラの力は侮れないわ。こちらもイドラを出すしかなさそうね。ステラ、指示を。はい。白妖騎士団、対イドラ戦闘用意。イドラとなり敵イドラを撃破せよ。
裁きを。すまねえ、手荒の真似をしちまって。ライカンどもを鎮圧したか。ご苦労だったな。チッ、追いつかれちまったか。ローザリンデ、一足先に謀反人を捕らえてくれたようだな。礼を言うぞ。兄上、お待ちください。税を払わぬからといっていきなり子供たちを連行するのはいかがなものでしょうか。民は国を成すために欠くべからざる者、事情によっては多少の猶予も必要かと。ローザリンデよ、それで秩序が守れるのか。我ら老が何よりも重んじ、この国の正義を支える秩序を守れるのか。帝国に反抗した者を許すわけにはいかん。謀反人どもは帝都レグルスへ連行する。いいでしょう。ではその謀反人の身柄は我が白妖騎士団が責任持って預かります。我々は帝都レグルスに向かうところ、ちょうどいいでしょう。なんだと、貴様、そやつらを横取りする気か。あら、横取りだなんて人聞きが悪いわね。私たちがあなたに代わってジークのとこに送って差し上げると言ってるのよ。私たちは権力の介入を拒める不入権を法で許された騎士だ。それに口出しをするなんて、あなたまさか法の秩序をないがしろにする気？己。だが税はどうする。こやつらは未だ税を払っておらぬのだぞ。税を納めぬ以上、ライカンの子供たちは税の代わりに連行するしかない。税ならお支払いします。カリン、お前その姿は。村の女たちの毛を売り、お金を用意しました。これで足りるはずです。お納めください。ち、カリン、なんてことを。お父さん、ごめんなさい。お父さんたちにばかり戦わせてしまって。でも私たちだって戦えるんです。
大事なものを守るために。すまん、カリン。おい、あれを見ろ。なんだ、あれは。山のふもとから煙が上がってるぞ。あれは、私たちの村の方角です。なんだって。みんな、急いで山を降りよう。村へ向かうぞ。村が燃えている。みんなは、村人のみんなは無事か？お父さん、村のみんなは避難していて無事でした。おお、よかった。誰が一体こんなひどいことを。おや、山からお戻りか。帝国に背いた謀反人どもの村は、このケンペルが焼却させていただきましたぞ。なんてことを。これが秩序と正義を重んじるという帝国のなすべきことなのですか。秩序と正義のために私はこれを行ったのです。我が帝国軍に歯向かうというのであれば、不肖ながら、行動開始。見せてやろう。俺を見切れるか？行動開始。当てる。それ。ここまでだ。
全ては我が主の勝利のために。行動開始。我が槍よ、自在に舞え、ワイヤードメドレー。覚悟なさい。ゼワそうね、通れ、お任せあれ。ほれほれ、そこですな。水とは便利なものでしてね。さあ力を奪ってしまうがいい。聖なる光よ、横島なる者を退けよ。アリエス・スターライト。ありがたいですな。軌道計算を開始します。それほら、力を与えましょう。軌道計算完了、発射。我々の勝利ですな。ここまでだ。我が部下にそれ以上手を出すな。グスタフ王子、領民の村に火をかけるとは何たる行いでしょうか。謀反の首謀者たる男は騎士団預かりとなり税も納められた。だが我が帝国に抗った罪はまだ償われておらん。そんな、黙れ。ここは我が領地、処分の裁量は領主であるこのグスタフにある。秩序を守るため反逆する者への見せしめは必要なのだ。村人も殺さず村だけを焼く寛大な処置にむしろ感謝しろ。しかしユリさん、いいんです。皆さんには十分助けていただきました。村は焼かれてもまた建て直せばいい。髪の毛も私たちは自分たちの力で立ち直ってみせます。それが私たちの戦いなんです。カリンさん、ライカン殿、二度目はないぞ。心しておくことだな。よし、撤収するぞ。このような地にいつまでも長いは無用だ。ジャスパー、どうした。炎の前に立ち尽くして。ローザリンダ、この炎を前に君は何を思う。ジャスパー、これが君たちローが重んじる秩序とやらがもたらす福音だ。秩序の名のもとにどれだけ多くの人々が踏みにじられてきたか考えたことはあるか。
俺を一人にしておいてくれないか。この心の中の黒い炎が俺に君たちローを殺せと命じないように。びっくりした？ああ今のジャスパーは一体？お頭の心の中にはもう一人の人格がいるの。一人の中に二人の人格が存在するのはジェミニの血統らしいわ。二人の人格。普段とは全く違う冷静で理智的な人格。怒り、悲しみ、とても辛い思いをした時にその人格は顔を出すの。一人の体の中に二人分の心。そのどちらが本当のお頭なのかしらね。ジャスパー。千年前の英雄である聖帝の血を引きし、12人のこの末裔たちはゾディアートと称された。ハイイドラと化すかの者たちをめぐり、ローとカオスは戦乱を繰り返してきた。そして今新たな戦いの口火が切られようとしている。